日本バスケ界が大いに盛り上がっている。日本とフィリピン、インドネシアによる史上初の共催となったバスケットボール男子のワールドカップ、W 杯で、日本代表が2024年パリオリンピック、五輪、出場権を獲得した。21年東京五輪は開催国枠だったため、自力では48年ぶりの快挙だ。リーグが分裂状態だった10年前からは考えられず、今後の普及にも期待が膨らむ。一方で、今大会で日本が負担する運営費は約40億円。公益財団法人日本バスケットボール協会は、過去に W 杯の前身の世界選手権で多額の赤字を抱えたことが、内部分裂の引き金となっただけに、財政面という、もう一つの戦い、でも負けられない。日本の快進撃の裏で起きていた、空席問題。決勝トーナメント進出こそ逃したものの、一次リーグでアジア勢唯一の1勝を強豪のフィンランドから挙げた日本代表は、東京五輪では日本女子を銀メダルに導いたトム・ホーバス監督のもと、17から32位の順位リーグで2勝をマーク。NBA でプレーする渡邊雄太選手を擁し、2日のカーボベルデ戦では富永啓生選手、米、ネブラスカ大学、が3点シュート。スリーピース、お脅威の成功率 75% で沈め、身長172センチの司令塔、河村勇輝選手、横浜 BC、が躍動。ジョシュ・ホーキンソン選手、サンロッカーズ渋谷、はリバウンドなど献身的なプレーで日本のゴール化を支えた。日本の真骨頂である、チーム一丸、で掴んだ五輪切符だった。大会は暗雲漂う幕開けだった。日本代表の開幕戦となった8月25日のドイツ戦で浮き彫りになったのは、会場の空席問題。収容約8000人のアリーナはチケットが完売していたにもかかわらず、一部のエリアで空席が目立ち、感染者が6397人にとどまった。報道によれば、ホーバス監督は、試合前に満席と聞いたんですけど、あれは満席じゃない。うちのベンチの前に誰もいない。なんで?などと疑問を投げかけたという。渡邊選手も試合翌日に自身の X、旧 Twitter で、昨日の試合のチケットは完売で、チケット欲しくても手に入らなかったって人たくさんいるって聞いてるのに、ベンチ前の席ガラガラだったの意味がわからなすぎる大人の事情らしいけど、来ない人にチケット配るなら、本当に来たい人に売ってあげるべきでしょ。原文まま。と不満を訴えると、多くのいいね。が寄せられ、これはもったいない、行きたかった、などのコメントが多数寄せられた。スポーツ日本のウェブサイト、スポニチアネックスは、試合終了時点で現場の運営担当も理由を把握できておらず、国際バスケットボール連盟、FIBA に確認中。開催国の初戦とは思えない状況に、世界のメディアからも問い合わせが殺到しているという、との記事を掲載。FIBAも8月26日に、W 杯のエグゼクティブディレクターのデイビッド・クロッカー氏の名前で、複数の法人により購入された座席で、理由は不明ですが昨日開催された試合に来場されませんでした。現在この件について調査を行っており、以降の試合において同様の事案がなきよう、最善を尽くしてまいります、とコメントし、日本協会もFIBAとこの問題を協議していることを明かす事態となった。FIBAの最終的な見解を待つまでは本当の理由は判然としないが、スポンサー企業に配られたチケットに対し、沖縄で夜の21時10分から試合開始という地理的、時間的な制約から観戦が見送られた席が多かったのではないだろうか。関係者によると、W 杯直前に東京で開催された日本代表の強化試合でも、スポンサー枠で用意した席が埋まらず、近隣の高校生のバスケ部員らに、動員をかける連絡があったという。ただし、これは今回のケースに限らない。海外の国際大会などでも、会場の見栄えを良くするためや、選手たちへの配慮から会場関係者らを動員することもある。25日のドイツ戦で自国開催を日本のバスケファンが観戦機会を失ったことは残念でならないが、
27日のフィンランド戦では急遽、一部チケットの追加販売を実施。インターネット上では、公式なアナウンスがないままでの追加販売に批判の声があったものの、運営側の迅速な対応だったと言えるだろう。渡辺選手も、昨日の雰囲気最高でした、などと感謝の気持ちを投稿した。運営費をどう賄うか。今回の W 杯の日本会場となる沖縄アリーナでは、日本戦を含む1次リーグと2次リーグの計20試合を実施。世界的なスポーツの注目度は高く、国内外から多くの観戦客やメディアが現地を訪れた。世界中のテレビ視聴者が30億人以上とされる一大スポーツイベントだけに、大会期間中は延べ13万人の観客が見込まれる。日本協会によれば、沖縄県内の経済波及効果は約62億7200万円だという。一方で気になるのは、運営に関する支出面である。開催約1年前の昨年8月26日付、朝日新聞朝刊によれば、日本協会が計上した運営費は約40億円に上る。捻出する運営費の内訳は、スポンサーとチケット収入で8億から9億円を確保できる見通しとなっているほか、開催地の沖縄県とアリーナがある沖縄市が合わせて約6億円を負担。さらに日本スポーツ振興センターの助成2億円に、協会も 3.5 億円を負担することになっている。日本協会は昨年5月、超党派の国会議員によるバスケットボール議員連盟に対し、今大会の財源確保などで支援を要請したが、大会が開幕するまでに残る財源をどう確保したかという報道はない。沖縄の地元紙である沖縄タイムスは昨年7月の同紙ウェブ版で、バスケ沖縄 W 杯収支不安6年大会13億円赤字日本協会財政型との見出しの記事を掲載した。記事の中では、日本協会の21年度決算が、東京五輪後に開催された国際大会の運営費や、その大会でのコロナ対策などで支出がかさみ、約5億8000万円の赤字となり、賞味財産は約1億1000万円まで減少したことを指摘。協会が拠出する自己財源から約3億5000万円についても、資金不足に陥ればさらなる負担は必至で、協会の財政を直撃しかねない、と指摘している。世界選手権での巨額赤字によって大混乱を招いた苦い過去を教訓に大会招致を実現させた日本協会だが、財政状況は潤沢ではなく厳しい状況にある。W 杯の大会期間中、日本協会に取材を申し込んだところ、期間中のスケジュール調整が難しく個別の取材対応は断りつつも、大会終了後の然るべきタイミングで取材対応を予定しているとの返答があった。協会関係者は、計画時とはコロナ禍の状況や、為替レートも変わった。スポンサーとの交渉も鋭意続けており、事前の見通しとは前提が異なる点も多く、しっかりと精査する必要がある、と話す。人気を一過性にしてはならない。日本国内では1990年代、漫画スラムダンクが大ヒット。バルセロナ五輪に出場した米国代表、ドリームチームでマイケル・ジョーダンらが活躍したことによる NBA ブームも重なって空前のバスケ人気に沸いた。しかし、お膝元の国内リーグは、プロサッカーの J リーグなどに押される中、実業団からプロ化へ舵を切ることができなかった。こうした中、2006年に日本で開催された世界選手権で約13億円の赤字を計上。この問題に端を発し、J リーグのような地域密着を掲げてプロクラブとして自立を目指す BJ リーグが誕生し、実業団主体のリーグとの分裂状態が長らく続いた。10年前にフィーバから問題の解決を迫られ、J リーグ初代チェアマンの川淵三郎氏を招聘。川淵氏の強烈なリーダーシップのもとにリーグ統合が推し進められ、地域に密着した B リーグが16年秋、日本国内のプロリーグとしては野球、サッカーに続いて誕生した。さらには NBA で八村塁選手や渡辺選手が活躍し、女子は東京五輪で銀メダルを獲得。
昨今のバスケ人気の定着へとつながった。W 杯は国内でのさらなる人気定着に向けても、鍵を握る一大イベントである。スポーツビジネスの世界においては、勝利、普及、市場の3要素が互いに影響し、拡大する好循環を生み出すことが重要だとされる。五輪出場枠を勝ち取った、勝利は大きな追い風となり、日本代表の選手たちが連日、テレビ出演などでメディア露出を増やすことで子どもたちへの競技の普及にも効果が期待される。一方、市場の観点では、新たなスポンサー獲得やファン層の広がりにどうつなげ、資金を獲得していけるかが重要となる。注目度が高い今だからこそ、バスケ界に新たなマネーを呼び込めないか。コート上で大健闘した選手たちに報いるためにも、ビジネス的にも大会が成功したかの視点は忘れてはならない。